色ってなんでずっと飽きないんだろう。モコモコの靴下を履いて寝るとすっごく暖かいよね。寒い日に食べるすき焼きってめっちゃ美味しい。雪が降ると商店街に雪だるまがいっぱい並ぶんだよね。冬はたまに髪の毛下ろすよ。首周りが暖かくなるから。新しいダッフルコートを買っちゃおうかな。星がキラキラしててすっごく綺麗。布団を出るのにだんだん決心が必要になってきたよ。みかんの皮むき始めると妙に集中しちゃうけど、あれはなぜ？使い捨てカイロの原理は鉄の酸化反応だぞ。ちょっとした豆知識な。雪が降ったら雪うさぎをたくさん作りたいな。ギタリストは手が命。かじかまないように手袋しないと。最近寒いからお風呂がついつい長くなっちゃうんだよね。